もうね、僕ね、もうギーコーヒー飲んでるからね、もうバンバン話が出てくるぜっていう感じじゃないけど、Thank you so much for checking out this video. このビデオはですね、すごいね、人生が変わる一つの習慣っていうのがあるのね。これは人生が変わるために必要な、まあ、トップ5に入れていいんじゃないかぐらいなものなのよ。で、それは何かっていうと、毎日、週末は外していいぜ、平日毎日25分間人生で一番大切なことにその時間を使うの。わかる？いや、それ無理だよ。いや、無理じゃないのよ。覚悟を決めたらできるのよ、ね、朝早めに30分起きてもいいわけよ、ね、25分でいいんだよ。もうこの iWatch にタイマーつけて25分みたいな感じで、音楽聴いてええんやけど、ね、どうやったら自分の人生の中で一番大切なのが出てくるのかっていうのは、ごめん、それはちょっとまた別のビデオでワークとかがあるんだよね。ワークシートとかやったら出てくるんだけど、まあ、多分ね、今やらないといけないことじゃないんだよね。人生で一番大切なことって、実はタイムセットがついてないことが多いんだよね。まあ、7つの習慣っていう本があって、スティーブン・コープ博士が入って、英語の場だったら100ページ152なんだけど、4つのクワドランっていうのがあるわけよ、ね、4つのクワドランっていうのがあるわけよ。で、どういうことかっていうと、ね、至急でやらないといけないんだけど、ね、大切じゃないこと、例えば、ネットフリ見たり YouTube 見たり、なんか漫画読んだり、ね、今すぐやりたいんだけど本当に必要かっつったら必要でもないことなんだよね。で、この反対側に、ね、期限がないんだけど大切なことっていうのもあるわけよ、ね、例えばこれは、まあ、なんか健康のためにジムに入るとか、そういうことかもしれないよね。これは仕事みたいに、ね、上司が、おい、お前今月の15日までのジムに入会しとろよ、そうしねえと給料出ねえぜみたいな感じじゃなくて、自分で決めていくものだから、自分が忙しいと後送りできちゃうわけよ、ね、こういうことが意外と自分の人生に一番大切なことなんだよね。で、この25分の時間は本当に自由に使ってもらいたいわけよ。ブログ書いてみたいなって言ったら、ブログでやってみる、ブログやってみる、なんか勉強したいなって言ったら勉強してみる、ね、学ぶとか、なんか作りたいなって言ったらやってみる、ね、25分だったら、ね、45分とかじゃなくて、絶対ちょっと工夫をしたらできる話なんだよ、ね、普通の人の場合だったら、ね、ちょっと早起きするとか、ね、そういうことなんですよ。 Alright、 なのでね、本当にこれね、僕はマジ10年以上やってんだな。中には25分足りないから45分にする日とかもあるんだけど、勉強だけしたりとかね、本当にそういう感じで、まあ、本も何百冊も読めたし、いろんなことも勉強できたし、本当にやりたいことをやって、そのやりたい楽しいことが実際に今の仕事にもつながってきて、仕事にもなっているっていうのが現状なんだよね。なので本当にこの朝、僕の場合は朝だったんだけど、朝25分自分がやりたいことをやるっていう、その時間がなかったら今には絶対場所、違う場所にいたと思う。なのでね、本当に自分の人生を大きくもっと良くしたいなっていうんだったら、どんなに忙しくても構わないので、朝25分自分が本当に一番大切だと思うことをやってみてください。 Alright?I love you guys, and I will see you in the next video. ありがとう。